はい、駅弁ですね、はい、駅弁なんかどうですか、日常的にお立ちになってるんでしょうか。あ、ないですね。残念でございますよ、はい、私のね、部屋番号、ホテルの名前と後ほどご紹介いたします、はい、よろしくお願いします。で、駅弁というのは本来私はですね、これを発表した人間ということになってるんでございますが、私は、ね、自分で発明したんじゃない、教えられた。今からですね、もう約40数年前です。ちょうどお嬢様のような方でございましたよ。このね、和服の似合うお女性。お年頃は44でございます。生け花の先生。で、私ちょっとホストをやっておりまして。で、その生け花の先生にお持ち帰りいただきました。それで、寝室にご一緒いたしました。で、始まった。で、始まって約30分ぐらい経ってから、生け花の先生が私の耳元で、私から言うと、稲子と30分前から煙が出るぐらい出入りしてるんだから、ね、もうこの先ほどまではこうガラスが透明だったものが、ね、湯気が立っちゃって曇りガラスになってぐらいに私は検討したんですよ。それなのに立ってっていう、ね、なんだろう、あ、このまま立てばいいのかと。そしたらその女性が歩いてって言うんです。あ、これは立てば歩めの親心、ね、歩けばいいのかと、ね、ここまではなんとなく分かるでしょ。そしたら次にね、弁当と言ってって言うんです。お嬢様、どうですか、これ寝室で弁当も何もあったもんじゃないだろうと将来から私は言いましたよ、言われる通り弁当と。そしたらそのお花の先生が弁当と言った瞬間にあーって言うんで絶叫するんですよ。絶叫されるところ面白いですね。なんか自分の実力というものを確かめたような感じになって、じゃあ弁当、あー弁当、あー、その日はね100個ぐらい売りましたよ。100個も売ればもう腰が砕けそうですよ。そこでポンとこうもうその布団が敷いてありましたところにぐったりしておりました。でちょっと壁の方を見ましたらね、 A3 ぐらいのね額縁が置いてあった。その中にこう帽子をかぶったねお父さん、57名のお父さんの写真が飾ってあった。帽子をかぶってるから、あら、自衛隊とか警察関係の方かな。そしたらそのぐったりなさっているお花の先生が、あれは今から5年前に死んだ駅弁売りだったうちの主人よと。元気だった時にはさっきあなたが私にしてくれたように毎晩楽しませてくれた、こういうことをおっしゃったんですね。私はその時にはた迷惑なことしてんなと思って、そほらこんなことを世の中に公開しようと思いませんでしたから。でそれを頭の中にインプットされて、それから10年経って AV 監督になった時に、 AV 監督のお仕事というのは、まあ、はっきり言いましたらご案内のように誰でもやってる、やれることをやってるわけですよ。セックスなんかラーメンとかそばとかうどん食べると同じじゃん、まあ、かって人類が相まめなかったようなことをお見せするしかない、そういう凶悪観念の中でお仕事しておりまして、何かないかなと言った時に、あの駅弁のことをイメージして、でそれをデンマーク、コペンハーゲン、アンデルセンのね、あそこに行きまして、ストロイエというですね、世界で初めての要するに歩行者天国があるんでね、そこで身長1メートル90センチを超えたようなデンマークの方と日本から連れて行った女性を一緒にこの歩行者天国で駅弁で歩かしたんです。ね、で歩かせようと思ったの。ふっと後ろを見たらもうコーディネーターからうちのスタッフ全員誰もいないから、その時は私はもう仕方がないからカメラを持って担いで撮ったと。これが世の中に駅弁を初めて公開した最初のことでございますね。まあ、そんなユニシエ話をいたしました。よろしくございますか。ありがとうございました。うちのスタッフが後ほどお届けいたしますので、ね、お嬢様よろしくお願いします。私はね駅弁ばっかりじゃなくてね、タッチバックも得意なんです。ね、よろしくお願いいたします。